南方ブリャンスク州西部のクリンツイ地区の行政中心である市、ドニエプル川水系のトゥロスナ川沿いにあり、州都ブリャンスクから南西へ 172km に位置する。付近にある町は、スラアジ、ノボズイプコフ、ウネーチャ。人口は66,100人、67,325人、6万人。クリンツイの町の創始者たちの記念碑クリンツイのスロボだ。 1> は、1707年に、中央ロシアから迫害を逃れてやってきた、小儀式派の農民らにより建てられた。町の名は、クリネツという家族の名に由来する。大北方戦争の際には、小ロシアに攻め込んだ、スウェーデン軍に対して、クリンツイの住民たちは、パルチザンとして抵抗し、皇帝ピョートル一世に称えられた。交易や、工芸の盛んなクリンツイは、スロボだから、 パサードと呼ばれる商工業都市へと発展した。1782年には公式にパサードの地位を得ている。古儀式派の出版物も,も盛んにグリーンついで印刷された。19世紀には繊維工業も花開いた。1907年には1万2000人の人口があり、28の工場が立地した。そのほとんどは繊維工場であった。 第一次世界大戦では、ロシア革命後の1918年4月14日より、中央同盟国が占領したが、同年12月13日に、赤軍の攻勢により町から撤退した。1922年には、クリンツイのパサードは、正式に死となった。第二次世界大戦では1941年9月に、ドイツ国防軍に占領されたが、 1943年9月に赤軍ブリャンスク戦線により奪還された。18世紀からクリムツイにはユダヤ人が集まり、20世紀初頭には人口の5分の1を占めたが、武装親衛隊によりその多くが殺された。20世紀後半には町の再建が進み、1980年代半ばには人口は7万2000人を超えた。しかし、 1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故でクリンツイを呼び周辺のクリンツイ地区の農村にも放射性効果物が降り注いだ。1990年代にはソビエト連邦の崩壊の影響も受け経済活動は沈退したが2000年代に入ってようやく回復しつつある。クリンツイは周辺の産業の中心地であり 特に医療の生産が盛んである。また、クレーン工場など機械工業も立地している。1887年に開通した、ブリアンスクホメリブレスト間の鉄道が通る。また、ブリアンスクから、ポーチェプウネーチャクリンツノボズイプコフを通って、ズルインカで、ベラルーシ国境を越える、M13 幹線道路が通る。ありがとうございます。